はい、どうも皆様、おはこんこん、三月くばさです。 EV から絶対勝ちたいという思い受け取りました。僕ら関東ボイジャースやっていきましょう。さあ、最後のチームリーダーとなります。で、アローラロコンね、迷ったんですけど、やっぱりね、ここまでずっと普通のこの関東のロコンちゃん連れてきてたんで、やっぱり最後まで関東のロコンちゃんで行こうと思います。アローラのロコンもね、とりあえず軽く調べた感じ、レベル31で吹雪を覚えるらしいんで、そこでもうそれ以降は覚えなくなっちゃうんで、キューコンに進化させて、アローラキューコンに進化させて使おうかなと思っております。まあ使うならなんですけどね、ちょっとレベル差が、まあアローラロコンちゃんは空いちゃってるんで、今28かぐらいなんで、空いてはいますけど、まあね、使うとすればレベル上げていくしかないですね。で、とりあえず戦闘不思議罠でいきます。一応ね、EV も、まあ、水技持ってますし、いけるんじゃないかと思ってます。行きましょう。さあ、榊。ぐるー。すごいな。さあ、来たよ。ここは俺の隠れ家だ。ロケット団復活の日まで、このジムで体勢を立て直すのだ。しかし、君に見つかってしまってはしょうがない。今度は手加減なしだ。では、今一度、最強のトレーナー、榊の腕前を見よ。さあ、最後のジムリーダー。行くぞ、ジムリーダーの榊が勝負を仕掛けてきた。ダグトリオ。いきなり早いやつ来たな。めんどくさいぞこれ。どうする、メガルいきなり。結構レベル高えな。ちょっとレベル足んない説あるなこれ。いや、行こう。メガロも葉っぱ買った。行きましょう。メガ進化、メガ不思議はなですよね。まあ来ますよね。やめとけ、ジムぶっ壊れるぞそれ。あっぱかった、倒せ。よし、まあ脆いのはねあるんで、このままちょっとメガ不思議罠でゴリ押ししますか。でもう死んじゃったら、その時はその時でね、控えのやつらで行くしかない。あっぱかった。いやーすごいな、乱発すんなそれ。体力考えてこれ花びらの前でいきますか。おらー、うん、多分そうだよね。ん、あー、よし、びっくりした今。今の一瞬の間が怖かった。葉っぱかった。じゃあね、花びらの前、ピヨピヨ。さてと、サイドン。いや、このまま行こう。変えた方がよかったかな。まあいいや、葉っぱ買った。お前ならいける。よし、いいぞ不思議花。オッケー、ナイス、葉っぱ買った、いいよ。急所、うまい、うますぎる。風が支えてるよこれ。ミドクイーン、ここで変えよう。ミドクイーンだから、いや、ライチュー、エスパーでいく。毒あったよね確か、地面毒だもんねおそらく。オッケー、ライチュー。さあ、サイコキネス、とどめだ。何、意外と硬い。あ、やばい、しまった。ぐわ、やらかした。そうだ、忘れてたわ、くそ、やらかした完全に。くっそ、そうだよな、
そらそうだよな、自信使ってくるわ、そら忘れてた完全に。うわ何してんだよ。いやこっちの攻撃のことばっか考えてたわ。あーちゃー、やーちゃー、うわー、いやーほんと采配ミスでライチュウ殺しちゃった。もうはあ、激しい戦いだった。8000、いいね。君の勝ちだ。今その証にグリーンバッジを渡そう。ちゃんとバッジ持ってんだね。イエーイ。最後のハイタッチかな、これが。グリーンバッジさえあれば全てのポケモンが、親が誰でも、どんなにレベルが高くても言うことを聞く。君が一人前のトレーナーになった証だ。これでポケモンリーグに挑むことができるだろう。この技マシンはポケモンリーグへ挑む君へ選別だ。技マシン41、自信をもらった。いやこれで自信がついたね。技マシン41は自信だ。地面を強く揺らし敵に大ダメージを与える強力な技だ。俺が昔ここでポケモンジムをやってる時作ったものだ。このような巻き方をしては部下たちに示しがつかない。ロケット団は本日をもって解散する。私はポケモンの修行を一からし直すつもりだ。いつの日かまた会おう。さらばだ。あーなんだろうな、根は悪い人じゃないのかな、やっぱり。やっほーい、イエーイ、ハイタッチしてますます燃えてきた。ロコンは、あーキラン、新しいバッジを見てとっても嬉しそう。さあというわけでこれでどこで見たらいいのかな、これか。揃いましたね、8つ、ついに集まりました。これでポケモンリーグへ行けます。まあ、ちなみにこの実況の目標としてはやっぱりチャンピオンになるところなんで、いやーなんだろう、まあね、まだ別にジムが終わっただけでチャンピオンロードが全然あるんですけど、ちょっと感慨深いものがありますよね。なんかあ、まだ雫が攻略してない、マジか。そっか、おめでとうさん。それにしても全くびっくりしたぜ。まさかジムが隠れ家にされてたとは。よし決めた、時矢ジムが。俺が面倒見る。いろいろ縛られたくねえから断ってきたけど覚悟決めたぜ。俺はジムリーダーになるよ。勝負したい。そりゃいいけど、今美月が挑むべき相手は俺じゃないだろ。さていよいよポケモンリーグだな。ここから左に22番道路を抜ければすぐだぜ。四天王は強いが、美月、負けるなよ。最初に来るやつ、きっと雫だな。俺様がきっちり鍛えてやるぜ。ってことはこれ、雫はグリーンと戦うってことでいいのかな？マジか。それ面白いね。これクリア後に戦えるとかそんなんないかな。とりあえず回復します。さて、どうしようかな。割とね、結構、この手持ちでいいのかどうかって今更かあるけど、迷ってきてるとこあるんですよね。なんかこう、決め手に欠けるというか、なんというか。でね、僕が覚えてる限り、多分22番の道路かな、行ったら、雫と戦うと思うんですよね、ライバルと。お、こんなとこにあったの？こっちで合ってるかな？22番っていうと。
あ、こっちか。オッケー。上かな？お、なんかある。毒消し。今更感あるけど。よいしょ。ここら辺で、ほら来た。ミツキ。来たよ、しずく。追いついた。俺も、グリーンバッジ手に、早くね？早くね、お前。マジかよ。これでポケモンリーグに行ける。四天王はものすごく強いって聞いた。でも、行くしかないよな。ミツキは、どのくらいの覚悟なんだ？育てたポケモンで見せてくれ。ここはなんかね、覚えてるんですよ。ここで、あの、ライバルと戦うっていうのは。ポケモントレーナーの雫が勝負を仕掛けてきた。おお、先手ピジョットか。ピジョットか、やばいぞ。不思議はなだした。うわ、そうか、ピジョットか。やらかしたな、これ。やべえ。ちょっと変えます、これ。さすがにやばい。ゴローンで行ってやろう。やらかしたよ。最初何かなと思ったんすよね。ピジョットか、なるほど。うわ、最悪。めんどくせえことしてくんな、おい。マジかよ。雷パンチの方がいいかな。命中率的に。いて。足当たった！やったね。体ごと向いた。では、ここは油断せず、もう一丁雷パンチでいく。そんなバカな。いやー、薬使ってきたか、いきなり。雷パンチ！やったね。体ごとゆっくり向くのが面白いな。羽休めだと。やばい、これ、飛行タイプなくなるから、弱点じゃなくなるじゃん。オッケー。あ、でも急所当たった、ナイス。ちょっと砂かけされてるし、レベルじゃねえ。入れ替えるか、次。相手が何にもよるけどな。ラフレシア。ラフレシアってことは、行ってみる、ロコン。行ってみよう。可愛いだけじゃないってところを見せてやろうぜ。行っておいで、ロコン。レベルは負けてる。だが、大文字ファイヤー、うー、半分やったね。花びらの舞、よし、ナイス、よく避けた、いいぞ。もう一丁ファイヤー、燃え尽きろ。生き残るのかよ。よし、よく避けた、いいぞ。ここはね、安定で火炎放射、燃えろー。よし、いいぞ、ロコンちゃん。いや、2回避けてくれたの、マジ助かる。いやー、本当によくやってくれた。ガラガラってことは不思議花かな。いや、水タイプがいないんだよな。四天王は、水はいなくていいっちゃいいんだけど、やっぱ不安だよな、正直。うわ、意外と硬いな、こいつ。暴れるくん、危ねえ。よくよけた。ナイスだぜ、花びらの舞。オッケー。で、最後、パートナーが来ると思うんで、あ、ピカチュウか。って合ってるよね。ライチュウ。進化したか。そっか。じゃあ、ゴローンでいけるよね。あ、しまった。ライチュウ出して穴を掘るすればよかった。間違えた。このゴローンもね、別に、地面がないから、地面軽減できるわけじゃないんだよな。雷！いやー、痛え。急所かよ。しかも当たんねえし。
よし、ナイス。落とせ。物理防御が弱いのは知ってんだよ。いやー危ないよー、死ぬな、生きのがないだろ。オッケー。あ、そっか、さっきクリティカルだったもんな。よいしょ。よし、勝った。ここまで育てても勝てないのか。いや結構ね強かったよ。俺は美月のことを引っ張ってやらなきゃって小さい時から思ってた。でもトレーナーの才能は美月の方がずっとあると思う。悔しいって気持ち初めてなんだ。それだけポケモンが楽しいってことかな。どうしてもまだ負けを認めたくないんだ。バカみたいだけど、ここは先に行かせてくれ。回復しなくて大丈夫？回復は？イーブイは何か言うかな？お、ライバル誌、いいね。正面ゲート。来た。何か言うかな、イーブイ。そっちか。秘術じゃないんかい。秘術かい。間違えた。お、早く先に進む。ここから先は本当に強いポケモントレーナーだけ通れます。それは確かにグレーバッチ。どうぞ通ってください。お、23番道路。キラン。気合十分。ここそなんか言うかな。うん、顔。ここから先はブルーバッジを持った者だけが進める。むむ、それはブルーバッジ。わかった、この先へ進めなさい。どっかなんかアイテムなかったっけ？あったあった、あれか。ここから先はオレンジバッジを持った者だけが進める。むむ、それはオレンジバッジ。わかった、この先へ進めなさい。ところで君、マジさんのサイン持ってるのか？いいな。いいなかよ。おめえそれで終わりかよ。おめえこの野郎、この声若干しんどいんだぞ。お、金の七の実。あれ、これん、金の七の実って埋まってないとこだっけ。確かちょっと待って、手がよいしょ。あ、そうだ、やっぱそうだ。でもイーブイちゃんが好きなのは、あれ？これ気分で変わるとかある？あ、これか！オッケー。やっぱ変わるんだ。よし。最高ぜ、イーウィちゃん。お、なに？え？プレゼント。ありがとう、星の砂。どこでゲットしたんだろう、それ。ここから先はレインボーバッジを持った者だけが進める。うん、それはレインボーバッジ。分かった、この先へ進みなさい。でここで、あれあれ、びっくりした、トレーナーじゃないよね。ここから先はピックバッジを持った者だけが進める。もうそれがピックバッジ。わかった、この先へ進みなさい。お、なんかある、なんかある。よいしょ。金のズリの実を5個。おっきいね、こりゃ。はい、もう一丁泳ぎます。何言ってるか分かんねえ。いやでも夏目さんいいのは分かる。よいしょ、あえてこっから遠回り。え、これ綿、あー、びっくりした。これ出てくんの？
なんかある、なんかある、なんかある。金の7の実を5個。すごいな、めっちゃ木の実あるな。あ？え、出てくんだ。ちなみにレベルいくつぐらい？多分捕まえはしないけど。43、強っ。マジか。うわ、ジョイ鬼スズメ。ここから先はクリムゾンバッジを持った者だけが進める。それはクリムゾンバッジ。わかった。この先へ進みなさい。おお、めっちゃいる。めっちゃいる。こっちは特にないか。なんかここうろつくのも楽しいな、意外と。金のパイルの実を5個見つけた。うわ、ちょい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 。おい、めっちゃいる。本当に。ここから先はグリーンバッジを持った者だけが進める。それはグリーンバッジ。わかった。この先へ進みなさい。ポケモンリーグが君を待っている。ここチャンピオンロードか。マジか。いきなり入る？あ、はい、入っちゃうのが、そっかそっか。どうしようかな。チャンピオン、いや、次回やりますか。というわけで、ちょっと、空渡りで、時はまで戻ります。なーにー、かわいい。はい、かわいい。あ、ちょっと待って、これでね、一個、小ネタが。あれ？これだっけ？あ、これか。あ、怒んないで。ツーン。あ、えい。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 かわいいんだよな、また。よし。おー、なんだ？また好感度上がったかな。めっちゃ追いかけて。あ、違う、違う。空渡りをしたかったんだ。よし。というわけで、今回は、ここまでにしたいと思います。次回、チャンピオンロード攻略ですね。どんだけ時間かかんだろうな。ちょっと想像できないわ。絶対迷うんですよね。ちょっと裏でレベル上げしますわ。多分このままだとやばいと思う、チャンピオンロード。はい。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。さっきも言ったかな。次回、チャンピオンロードの前にちょっとレベル上げしておきますか。今はこんな感じです。50、49、47、51、55、53です。というわけで、それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。お帰りの際は画面下のチャンネル登録ボタンを押してください。あるいは高評価やコメントよろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。